いきなりひでチャンネル。こんにちは、いきなりひでチャンネルラジオで五十数年ずっと喋っておりますラジオの高島秀武です。えー、もういい年になりましてね、七十八なんですけども、いや最近すごく嬉しいのはですね、今でもずっとあの余韻が引いておりますけども、将棋。 将棋です、囲碁将棋の将棋、ね、藤井聡太八段、いやー、二冠取りましてね、あの大騒ぎっていうのは、私ももう非常に興奮しましたけども、嬉しい限りですね、あの将棋なんていうのはですね、昔は大体ね、あの、円台将棋、銭湯かなんかに行って、牛乳かなんか、え湯上がりで飲んで、それで、おーちょっと一曲やるかい、もや、なんて言われてね。 えそれで、夕涼み、よくぞ男に生まれけるなんてね、えあんな感じでえ、素手毛をポリポリ描きながら、はい、大手飛車取りなんてやられて、ね、ああ、僕だいぶ強くなったななんて言われたりなんかしてね。そういう中でね、藤井聡太君っていうのは、まあ、天才中の天才ですね。羽生善治さんを超える人が出てこようとは、夢夢思わなかった。で、今日はですね、え最初にね、あのー、 ご紹介したい川柳はですねこれは横須賀市のですね山田さんという方なんですけども悔しががる力は俺と同じだがこれはあの藤井聡太八段の師匠の杉村正隆八段がですね出した本「悔しがる力」っていうのがあるんですよねお読みになりましたかいや私正直言と読んでないんですけどもこの「悔しがる力」っていうのがねいやー面白いですよね。 本当に、藤井聡太君もね、有名な話ですけども、えー、小さい時は負けるとですね、将、え、棋、ー、盤カーっと抱えてですね、えー、ガーッとね、天井を向いてね、転がって、うわー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 わわ泣いたとか、えー、それからうわーってこう泣いてですね、もういくら慰めてもね、涙は止まんなかったとか、いろいろ言われておりまして、もうとにかくね、悔しがる力っていうのはね、すさまじいものがあったらしいですよね。あったらしい。で、それで、 最近はね、どうなんだっていうと、私聞いてね、笑っちゃったのは、藤井聡太八段がですねえ、まあ、あの、正式な騎士というのは、四段からですけども、三段リーグという非常にですね、まあ、本当にですね、生き馬の目を抜くような、全国の天才少年が集まってですね、そこでこ勝ち抜きをやって、それで、一、えー、回につきですね、二人しか、 騎士になれなれいとかね三十数人いる中で2人とかいろいろ言われてるじゃないですかねそういうところに来た時にあの天才藤井聡太でもですねこういうふうに言ったいやー前は負けるとわあわあ泣いてることがあったんですけどもでも三段リーグで周りを見ると泣いている人なんか一人もいなくて、ね、私もさすがに思いましたあここはもう泣いてる場合じゃないんだこれおかしいですよね。 泣いいいててる場合じゃないっていう <laughs> だからそういうふうな、ね、気持ちになってそれで生き馬の目を抜く三段リーグをね越えて晴れて四段になりそしてそれからずっとですねもう8割南部のね交渉勝率でどんどん来てついに二冠になったということですね規制とそれから多いと。だけどあのこないだねあの一番記憶しているところでは。 あの、王位戦で、木村王位ですかね。46歳で、えー、一番最高齢でタイトルを取ったっ。木村王位、前王位はですね、私は、あの、故、亡くなられた佐世友二名誉九段門下なんですよ。米長さんとか、丸山忠久さんとか、二人名人が出てまして、えー、その下の方にいてね、えー、それで、 えー、木村和樹さんも、あの、多いなったわけなんですけども、すごいですよね。で、そういうのがあるんでね、彼を密かに応援してたんですけども、4-0で負けてしまいました。え、ね、いやー、だけどね、えー、ファンの方はですね、えー、こんな川柳を寄せてくれました。えー、千葉県船橋市のですね、えー、ヤンキーさん。癒される、そうだ、そうただ、二冠王。 癒される、そうだ、そうただ、二冠王。なんかダジャレみたいですけど。いや、いいですね。だけどね。ええー、いい。うん。どれぐらい勝ち込んでいくんですかね。あの、羽生さんが当時あった7つのタイトルを全部取った、ハブの七冠というのがありまして、あの時私飲み屋で騒いでたら、隣の方がですね、あなたはさっきから七冠、七冠って言ってるけど、なんかどっかに、あれ 新しいドルドもできたのかあのカンパチとかカンナナとか間違えてですね <laughs> 本当なんですこれ実話なんですよね驚きましただから本当の将棋ファンじゃないとですねなかなかね将棋界の内幕まではわからないわけですけども、ええ、でもねそのハブさんを凌駕するような人が出てきたということですね、ええ、これはにわかファンというですね、ええ、神奈川県茅ヶ崎市の48歳の奥さんですけども ハブ加藤・カトそのまた上行く、僕・ソウタ。わかりますよね。ハブ加藤・カトハブさんはもちろんわかる。加藤さんは例のひふみんですね。いや、ひふみんはですね、私が高校1年のときかな、あの、高校の図書館で、えー、受験雑誌を見てたら、白黒のページでしたけれども、18歳でなんと八段という、えー、 永久にね一気に駆け上がったというもう坊主頭のですねあの当時はねぶくッとしてませんからもう頬もそげてですねもう精悍ないわゆるまあ美少年というかね、えー、そろそろ青年期という感じのもう実にかっこいいたくましい男性でしたけどもそれが神宮以来の天才と言われただから加藤さんのようにですね高校生で永久八段10人しかいないんですからでその10人の中で 一番勝ち込んだ人が、そうです。年に一回ですね、名人に挑戦できるわけですよ。なんつったって、竜王とかですね、いろいろね、全部ね、最近新しいあの英王も含めて、8つのタイトルがありますけども、なんといってもね、やっぱりね、腹の中はね、名人なんですよ、名人。で私、一番最初に将棋の棋士でお目にかかったのはですね、芹沢博文さんなんですよ。知ってます知らないですか 知らない。そうか。沼津の天才少年。沼津の天才ですよ。ええ。あの、高柳門下っていうところに入りまして、弟弟子にね、ええー、まあ、名人が出たわけなんですけども、まあ、その名人の話はこう置いとくとして、その芹沢さんがですね、もう本当に天才でですね、もう一年に階級一つずつこう上がってた。C 級2組、C 級1組、B 級2組、B 級1組、そして、 A 級と、ダーッと上がっていきまして、さあ、名人になるぞって言われたんですけども、残念ながら、その後はですね、えー、まあ、なんか伸びしろがなかったんですよね。で、酒に溺れちゃって、えー、酒でね、えー、命を失ったと言われている人なんですが、大変に、まあ、なんていうのかな、うん、将棋は強くて。で、私は、あのー、 8時からの「今日も会長朝8時」っていうね、えー、番組をそうですね年齢でいうとね39かそのぐらいで始めたんですけどもその時のまあ出演者というかコメンテーターというか直接将棋連盟にね電話して交渉に行きまして「じゃ君将棋やるのか」って言うから僕より5つ上なんですけどね芹沢さん「やります」っつったらですね「ああじゃあ喜んで出るよ」って言ってくれたんですけども。 話は面白かったんだけどね、だけどね、月に1回ぐらいね、え徹夜で飲み過ぎてですね、えー、それで起きられるっていうか、起きられずというか、ね、まあ、酔っ払っちゃってですね、それでスタジオの来ない時が時々ありまして、だから明日たは芹沢八段の日だなと思うと、僕はね、アドリブで10分ぐらい何を喋ろうって言うんで、<laughs> 用意しておかないとですね、何が起きるかわからないという。 本当ハラハラドキドキの方でしたうん。だけどね、中原誠さんという弟弟,弟子が、まあ、名人になって、ずっと若い時通ってて、稽古をつけてもらってたわけですからね、本当にね、あのこの話も懐かしいですね、中原さんにもいい話があるんですけどね、今日はしてられませんが。で、芹沢さんとはですね、あの「あノフーゾ」っていう曲ありますよね、「ノフーゾー、ノフゾー」っていうね、 あの歌はね、教作だったんでで、すよで。その時どこのレコード会社か忘れたけれども、えー、そこからね、レコードを出したのが芹沢博文さんで、えー、歌もうまかったで、私はあるレコード店大きいレコード店でですね、芹沢さんの,の「ノフうゾ売り出しという日にね「ひでちゃん司会やってくれ」って言われて私は司会に行ったことがあるんですけどそれが最後でしたねお目にかかったのはねうーん。 というわけでえ、今日はですね、はい、えー、藤井聡太さんからちょっとね、将棋の話に終始しましたけど、将棋が好きなのでね、またやります。いくらでもネタはありますの、ね、で、一つチャンネル登録よろしくお願いいたします。えそれから川柳はですねえ、こちらの方に、こちらの方でお待ちしておりますのでえ、合わせてよろしくお願いします。いきなりひでチャンネルでした。では、また明日。